さあシンガポールの家族旅行、今日は静かなホテルを離れて街の方に繰り出しました。マリーナベイサンズ、こちらの方から噴水ショーがあるということで来ましたが、噴水ショーはまた後ほど映像をお届けするとして、久々に街に出たのであるものを買い物してホテルに戻ってきました。そのあるものとはこちらです。今日ですね、マリーナベイサンズのおもちゃ屋さんに行って見かけたこちら、スーパーマーケットのおもちゃ、このプレイモービルが日本から撤退しているらしくて、なかなかこうプレイモービルが手に入らないので、アマゾンとかでは買えるらしいんですが、なかなか手に取って選べないので、我が家はなんかプレイモービルが多いので、これを買って今日もスーパーマーケットごっこをしたいと思います。どうですか、プレイモービル？楽しそうです。楽しそうですね。パパ開ける？パパが開ける？開けるところ楽しいんじゃないの？出てきた。こうだ。うんうん。なんかいっぱい出てきましたよ。ああ、何ですか？スーパーマーケット。スーパーマーケットだね。あとは？これが出てきました。ああ、それはあれだ。シール貼るんだよ。そうだね。パパちょっとシール貼るのとか苦手なんだけど、いけるかな？それは？なんかいっぱいおやつが入ってて、うん、なんかいっぱいおやつが入ってるみかんみたい。みかんみたいなやつ？おやつの中でもみかんを取り上げました。ああ、こうやってね、商品が、これは野菜たちですね。これ野菜たちです。じゃあこれまず。作るところからやんないとスーパーができませんから、じゃあ手伝ってもらいましょうか。はい。恒例のジャックとジェリーです。パチ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 、ジャックとジェリーです。パチ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 。2個2回のみ、もう早く作りたくてうずうずしています。陳列の仕方がさ、もうドンキホーテみたいだね。ドンキホーテだ。ドンキホーテっぽいね。ドンキホーテっぽい。なんかゴミみたいなやつのおもちゃとかあるんだよね。ね、ドンキホーテはゴミみたいなのないけどね。ゴミがあるんだよ、ね。ゴミみたいなのは売ってないけどね、ドンキホーテさんも。ドンキホーテさん。よし、やっとスーパーマーケットごっこができます。じゃあ行くぞ。行くぞ、始めるぞ。お買い物。では買い物を始めます。この子の名前はなっちゃん。ねえ、リュックしょったよ。自分で自分でリュックしょったの？うん。よし、じゃあなっちゃん、今日はスーパーマーケットで好きなだけ買っていいからね。うん。じゃあ出かけよう。トコ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 。わあ、大きなスーパーマーケットだね。ね、何が欲しいですか？何が欲しいですか？そっちが聞くのね。あ、この人はスーパーマーケットの店員さんだ。どうも、なっちゃんとパパです。こんにちは。みかんもありましてるね。みかん見せてください。はい、みかんだけでかいな。みかん見せて。これはみかんじゃないんじゃないかな。これかぼちゃなんですよ。そう、かぼちゃだよね。あ、何買うんですかよ。何買うんですかよってね。すごい、おしゃん日本に来たばっかりなのかな。か
かぼちゃもありますけど、かぼちゃはちょっと煮れないです、大きすぎるんで。パク、あら食べちゃった。かぼちゃ食べちゃった。うん、なくなっちゃった。かぼちゃ店員さんですよね。うん、食べました今かぼちゃ。うん、食べちゃダメじゃないですか。ごめん、あったですよ。また買ってきました。あ、また買ってきましたか。いや、じゃあそんなに、あ、また食べました、かぼちゃ。店員さんなのに。うん、食べました。え、こんだけ商品がたくさんあるのに。買ってきました、また。買ってきましたよ。え、2個食べました、かぼちゃ。うん、あ、また食べた。店員さんですよね。違うです。違うんですか。店員さんだったと思ったけど、じゃあ余計に食べちゃダメですよ。この子ママなんだってね。この子ママ。あ、この子のなっちゃんのママなの？うん。あ、じゃあ店員さんはいないんですか？そうですよ。あれ、私レジに行っていいんですか？パパがレジ？あ、じゃあパパがお店やる？うん。うん。あ、帽子取られちゃった。失礼だもんね、店員さんなのに帽子かぶってたら。うん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日はね、うん、なんか食べたいものがあるの。何が欲しいですか？はい、2人で来たんですか？はい、私は卵が欲しいんで。あ、はい、卵はここにあります。はい、どうぞ。あとはこれ、うん、それ何ですか？これですよ。さっき食べてたかぼちゃ3個食べましたよね。あ、また食べた。買ってから食べてください。買わないで食べる。買わないで食べるって、それはもう犯罪ですよ。パクッ。あ、4個目です。お会計してもらいますからね。そのかぼちゃめちゃめちゃ気に入ってますけど。これも。それ牛乳ですけど。これも。あ、いっぱい買ってくれるな。お金持ってますよね。お金持ってませんよ。お金持ってないんですか？はい、お金忘れてしまいました。さあ、ちょっと売れないんですよね。お金を忘れた方には売れないんですよ。家に取りに帰ってもらってもいいですか？いいですよ。お財布取ってきてもらっていいですか？いいですよ。じゃあお財布を取ってからまたスーパーに来てください。はい。あ、大丈夫ですか？お客さん倒れてますけど。お客さん倒れてますけど大丈夫ですか？返事がない。返事がない。お客さん、お客さん、お客さん、起きてください。まずい、返事がない。ちょっとそこの君、そこの君。はい、私のことですか？そこの君、ちょっと救急車を。あ、声が。お客さん、どうされました？多分怪我したんだよね。怪我してしまったの。怪我しちゃったんですか？私、救急車呼んでくるね。はあ、どえらいことになっちゃったよ。ちょっと大丈夫ですか？今救急車来ますからね。あと、お財布も取りに行く。それはいいですよ。それはお財布とか言ってる場合じゃないですから、なんで？救急車をまずは呼んできてください。救急車来たよ。この子が救急車。え、私が？私スーパーの店員ですけど。はい、来ましたよ。お医者さんです。職業変わっちゃったよ。仕方ない、乗り切ろう。お、お、ここに倒れた人がいるって聞いてきたんですけど。ここに倒れた人がいるって聞いてきたんですけど、大丈夫ですか？あなたですか？そうなんだよ。じゃあ運びますから。じゃあそこの君、ちょっと手伝ってもらっていいかな？ちっちゃいのにごめんね。いいよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。
甘くないよ。じゃあ一体ここで寝かしてください。はい、よし。ママはお注射痛くないよ。お注射しますか。はい、お注射痛くないですよ。はい、じゃあ注射します。チュー。痛くないわ。どうですか、元気になりました。はい、あ、よかった。どて、あ、どて、あ、またこけちゃった大丈夫ですか。大丈夫ですか。あー、奇声を上げてる。大丈夫ですか。あー、怖い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 。大丈夫ですか。あー、怖いよー。どうしたんですか。鬼になっちゃった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 。うー、怖いよ。鬼になっちゃったよ。戻った。戻った。うん、よかった。またお店屋さんごっこしよう。そうですよね、本来はそうですから。私救急隊員からお店の人に戻っていいですか。いいでよ。はい、くる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 。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。またこれ見ました。うん、お客さん大丈夫ですか。大丈夫じゃない。大丈夫じゃないですか。救急車呼びます。いいですよ。ちょっとあの救急車の少年、救急車の、スーパーが乗っ取られた。スーパー乗っ取られたよ。怪我してないんですね、あなた。油断させて私のスーパーを乗っ取ったんですか。返してください、スーパー。私のスーパーだったのかもしれないよ。あなたが黒幕だったんですか。結局今は誰のスーパーなんですか。お客さん、パン、お客さん、お客さん、お客さん、ちょっと、お客さん、お客さん、ここスカート脱ぎ捨ててますけど、お客さん、もしかしてパンツ、お客さん、そう、パンツですか。そうですよ。パンツ、黒いパンツ履いてたんですか。意外です。これ、お尻悪い。いや、意外です。スカート履いたらどうですか。ダメです。ちょっともう、私のスーパーでそんな格好はちょっと許されないんですよ。私はもうお家に帰るよ。そのまま帰ったらちょっと危ないですから、スカート履いて帰ってください。やだ。ああ、お客さん。ああ、もう散々な一日だな。ジャンプ。ジャンプジャンプ。わあ、ちょっとみんなでジャンプするのやめてください。スーパーが、スーパーがジャンプするから。崩れちゃった。今日はもうおしまいだ。もうお家に帰ります。帰らないで。釣ったもんでありましたが、プレイモービルで娘と遊んでみました。また機会があったらアップします。では、ロンドンブーツチャンネルです。毎回楽しいことやっていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。